ジェフ・ダニエルズはアメリカ合衆国ジョージア州出身の俳優、脚本家。1955年にジョージア州アセンズに生まれる。生後6週間だけ同州で育つが、その後ミシガン州へ移住する。セントラルミシガン大学で演劇を学び、卒業後にニューヨークへ渡って舞台に出演するようになり、ブロードウェイデビューも果たした。その後も舞台で活躍して、 ドラマデスクアワードも受賞している。オフブロードウェイでも同賞にノミネートされたほか、オビー賞へのノミネート経験もある。1981年にミロス・フォアマン監督のラグタイムで映画デビュー。その後に出演したジャック・ニコルソン、シャーリー・マクレーン出演の愛と強くの日々はアカデミー作品賞も受賞した。同作品において、 主演のデブラ・ウィンガーの夫を演じたことから徐々に注目されるようになり、ウディ・アレン監督のカイロの紫のバラに出演した際にはゴールデングローブ賞にノミネートされた。翌1986年に出演したジョナサン・デミ監督のサムシング・ワイルドでも同賞にノミネートされており、役者としてのキャリアを順調に重ねていった。特に、 ダニエルズの知名度を押し上げたのは1994年にジム・キャリーと共演したコメディ映画ジム・キャリーはミスター・ダマー。同作品では見事なまでに頭の悪い男を危機として演じてキャリーとのコンビネーションを際立たせた。また、この年は当たり年ともなりキアム・リーブスを一躍スターダムに押し上げた大ヒット映画スピードへも出演。リーブス演じる主人公の相棒であり、 よっきり会社である同僚を演じている。それから現在に至るまで様々な作品に顔を出しており、主役を支える役者として着実な地位を確立した。テレビドラマでの活躍もあり、2012年からは HBO 制作の社会派、ドラマ、ニュースルームもダニエルズ主演で放送が開始された。同作品はダニエルズ演じるアンカーマンを中心としたアンサンブル作品になっている。 同作品においてもゴールデングローブ賞にノミネートされ、同賞のノミネートはこれまでで4回に上る。2013年第65回プライムタイムエミー賞では、主演団優勝を獲得した。現在もホームタウンのミシガン州チェルシーに住み、パープルローズシアターカンパニーという劇団を主催している。1979年に高校時代の恋人と結婚し、3人の子供がいる。 ありがとうございます。